こんにちは、皆さん。今日は人間馬事が採用が馬という有名な故事について、子供や高齢者に分かりやすくお話ししたいと思います。この故事は中国の春秋時代に生きた老人の話です。老人は馬を持っていましたが、ある日馬が逃げてしまいました。近所の人たちは老人に同情して、あなたの馬はどこに行ったのですか？とても残念ですねと言いました。しかし老人は馬が逃げたのは不幸なことだとは限らないと答えました。すると数日後に馬が戻ってきました。しかも野生の馬を何頭も連れてきました。近所の人たちは老人に祝福して、あなたの馬は戻ってきましたね。しかも野生の馬まで連れてきました。とても幸運ですねと言いました。しかし老人は馬が増えたのは幸運なことだとは限らないと答えました。すると数日後に老人の息子が馬に乗って遊んでいる時に落馬して足を折ってしまいました。近所の人たちは老人に哀れみを示して、あなたの息子は足を折ってしまいましたね。とても不運ですねと言いました。しかし老人は息子が足を折ったのは不運なことだとは限らないと答えました。すると数日後に戦争が起こりました。国王は若い男たちを兵士として徴兵しました。しかし老人の息子は足が折れていたので徴兵されませんでした。近所の人たちは老人に感心して、あなたの息子は徴兵されませんでしたね、とても幸せですねと言いました。しかし老人は息子が徴兵されなかったのは幸せなことだとは限らないと答えました。この故事は中国の春秋時代に生きた老人の話ですが、現代の日本に置き換えた例を作成してみました。例えばあるサラリーマンがいました。彼は会社で働いていましたが、ある日突然リストラされてしまいました。近所の人たちは彼に同情して、あなたは会社をクビになったのですか？とても不幸ですねと言いました。しかし彼は会社をクビになったのは不幸なことだとは限らないと答えました。すると数日後に彼は自分の趣味である写真を売ることで収入を得ることができました。しかも有名な雑誌に掲載されるほどの素晴らしい写真を撮りました。近所の人たちは彼に祝福して、あなたは写真家として成功しましたね、しかも雑誌に掲載されました、とても幸運ですねと言いました。しかし彼は写真家として成功したのは幸運なことだとは限らないと答えました。すると数日後に彼は写真を撮っている最中に交通事故に遭ってしまいました。近所の人たちは彼に哀れみを示して、あなたは交通事故に遭ってしまいましたね、とても不運ですねと言いました。しかし彼は交通事故に遭ったのは不運なことだとは限らないと答えました。すると数日後に彼は病院で看護師と恋に落ちました。しかもその看護師は彼の昔の同級生でした。近所の人たちは彼に感心して、あなたは看護師と恋に落ちましたね、しかも昔の同級生でした、とても幸せですねと言いました。しかし彼は看護師と恋に落ちたのは幸せなことだとは限らないと答えました。この故事からわかるように、物事には良い面と悪い面があります。そしてその良し悪しは時と場合によって変わります。だから物事を一概に判断することはできません。私たちは物事を柔軟に受け入れて常に前向きに考えることが大切です。以上が人間馬事が採用が馬という故事の説明でした。皆さんはどう思いましたか？この故事を聞いて何か感じたことや学んだことがあればコメント欄で教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。